はい、どうも皆さんこんばんは。 BC2LS 所属 ADC 担当のビビロエルことフミヤッチョとサポート担当のレックスです。よいしょ。今日はワイルドリフトパッチ 3.2 の解説動画を撮っていきたいと思います。お願いします。はい、結構ね、これボリュームが満点、もうビアードパパなんで結構早めに見ていきたいと思います。ういはい、じゃあパッチの 3.2 の登場です。アップデート大量ですと。で、まあね、はい、8つの新ルーンとですね、あと無効試合、そしてドラゴンとかのね、うん、調整とかもあるんで、その辺をちょっとしっかり見ていきたいと思います。ここはちょっと、はい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 、はい、大丈夫です。はい、新要素新チャンピオンエコー、エコーの登場ですね。まあエコーの登場で、まあ割とジャングルよりミッドレーンでの起用が多いかなっていう感じで、まあこれから結構あれだよね、うん、使ってる人の聞いてる感じ、なんかファームがジャングルとかで使った時のファームが辛いからミッドとかでみたいな、よく聞くよね今のところ。そう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 、やっぱファーストコアのアイテムが結構相性いいのがあんまない。やっぱロアが多分一番相性いいのかなってとこで、多分ミッドでの起用が多いんじゃないかなってところです。はい。でエレメンタルリフト、まあまた調整しましたよと。まあここは読んでやってください。結構ここまで読むと時間かかっちゃうんで、ちょっとここは割愛させていただきます。でエレメンタルリフト楽しみましょう。はい。でここも、はい、オッケー。でここですね、ここ結構大事かなと。で途中退出による悪影響の軽減措置っていうところで、まあ、まず無効試合がありますよと。でね、まあ、ただノーマルだけですかね、最初はノーマルの対戦のみなんで、まあ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 、そう、AFK がそうですね、あれですっていうのと、ただ、一応ランク戦ではですね、敗北時の軽減措置っていうのがありまして、うん、ふんふん。で、この辺かな、AFK になっていた時間の長さに応じて、敗北を防ぐために必要な量の 20% から 50% の、あ、ランクホティチュードと、で、ダイヤモンド以上は 20% から 50% 取り戻せますってところで、まあ、これ結構嬉しいんじゃないかなと思います。で、あとですね、ランク上位目指すために、なんか活躍したらとりあえず、が、なんかいいよって、活躍した分だけ、うん、いいよってやつです。多分そうっすよね。うん。うん。うん、はいはいはい。で、もうここ行きます。ナサスがワイルドパスはかっこいいですと。で、スキンもこれアッシュに期待ですと。イリリアもかっこいいですと。はいはいはい。はい。で、はい、よいしょ、どっこいしょ、どっこいしょ。ここもね、どっこいしょしてもろて。よいしょ。で、イベントもどっこいしょ。はい。よいしょ。で、チャンピオンのバランス調整、入っていきたいと思います。はい。はい。で、まず、明かりですね。で、明かりなんですけれども、昨日自動回復が減りましたよと。うんうん。で、その代わり、昨日コストが、ちっちゃくなりましたよと。うんうん。なってるんで、まあ、そうっすね。まあ、どっちかっていうと、まあ、気がやっぱ回復が短くなったんで、これ少なくなったんで、連戦がちょっとしんどいかな。しんどい。まあ、もともとレベル1ってもう気コストめっちゃ多いんで、まあ、回せなかったんですけど、それがまあ、ちょっとより回しにくくなったんじゃないかなっていうところが見えます。はい。で、あと、通常、あ、Q のですね、基本ダメージが上がったっていうのと、冠水の1回目もダメージが上がった。で、2回目に関しても、魔力のレシオ、魔力のレシオが下がってるんで、なんかまた、AD、タンク明かり、ディバイン系とか積む明かりが意外とバフなんじゃないかなというふうに見てます、僕は。確かに、デスダンス、ディバさん明かりとかね。うんうん、で、まあ、あと、1回目の発動ダメージが高くなったんで、AP 明かりとかだと、もう本当にいいスキル当たっての、E から入ってくるウルトは、まあ、ほぼほぼ ADC だったら落ちちゃうんじゃないかなって。だから、明かりのいいスキルは避けましょう。はい。はい。で次、アーリーですね。アーリーはですね、まあ、あれですね、レベルアップごとの体力が10減ったんで、まあ、レベルマックス時140減るって感じなんですけど、まあ、明かり、アーリー硬えなーってなってる人はあんまいないと思うんで、はいね、あんま変わんないっす。はい。で、ここ、レックス君大好き、ブリッツクランク。うい、来た。よいしょ。で、レックス君大好き、ブリッツクランクなんですけど、まあ、正直、そんなに。まあそんな変わんないね、うん、なんかビビたるもんだからね。そう、なんかまあマナ持ちが良くなったっていうのと、うん、あとこの E スキルですかね、が2秒短くなりました。どうですか？どうですか、X君？そうだね、まあ Q 使って最初のエンゲージで引っ張れたやつ上げて、でまた今度 W で入ってた時とかに合わせれるのに使えるから、まあそこはなんかちょっとまた他の使い方もできるようになってくるんじゃないかなって
っていう変更かなと思ってます。まあ中断戦2回だったのが3回になるかなぐらいですかね、うん、ノックアップが。でまあ一応あと、まあ、ルーンとかの調整等々でですね、結構メインサポートの起用とかも上がってくる可能性もあるんで、まあ、メジサポートの対しての回答としてブリッツクランクはありなんじゃないかなというふうに自分は見てます。はいはい。で次ガリオですね。これもレックス君はでもちょっとかわいそうですね今回はなんですけど、まあ変更があったのがですが、ね、タウント時間は変わらないんですけど、チャージ時間が長くなりましたよと。なんでこう 1.25 秒結構もううーってやっとかないといけないんで。そうだね。だからなんかエンゲージするときとかもう結構タウントを開いてる時間多いから、うん、結構回避される可能性が高まっちゃうよね。そう、最大を当てようとすると。そうで一応あと AP レシオも結構高くなってるんで、まあやっぱあの前のパッチからガリオのタンクサポート運用じゃなくてミッド運用のを高めようとしてるっていうのが今回も追加ですかね。はいはい。で次カルマ、あまたレックスくんじゃないですかこれ。でまあカルマの Q ですかね。Q のダメージが落ちたっていうのとウルトのスローが落ちたっていう。うん。まあ序盤のレーニングに関しては基本ダメージは変わんないんでそこまで変わんないかなって気もするんですけど、まあ集団戦だとちょっとスローが結構まあ50から35って結構重いかなって。そうだね。結構大きいね。15% って。まあぼちぼち、まあでもまだ使われそうな気も正味してます。そうだね、序盤の連戦が強いからね、うん、そこのダメージは変わってないから、うん、まあ、そんな変わらない基本的には、ね、そうっすね。じゃあ次、はい、モルガナ。おい、ヤトさん。おい、モルガナドラゴン連で人気ビッグなってますがって、まあ、またちょっと下げられた感じでジャングルでの運用を上げてくださいって感じっすね。で、うん、まあ Q のスキル基本ダメージが増加っていうのと、まあ、W に関しては、まあ、ちょっとずつ下げられてますよ当然毎秒ダメージが。まあ、ただ、モンスターに対するダメージ上がってるんで、まあ、結構、まあ、ジャングル回りにくいキャラとかも増えてきたんで、で、っていうのと、まあ、あと後々説明するんですけど、魔法防御ってのもなくなるんで、赤バフと青バフの。まあ、だからもしかしたらワンチャンモルガナが一番ジャングル回るの早い説。確かに。そう、ワンチャンあります。うん。まあ、なんで、まあ、割とサポートとかダンクエンゲージつけて、リミットにガリオとか置いちゃってもろてっていうので、意外とモルガナ、ジャングルで起用する可能性もなしじゃないかなと思います。はいはい。でレンガーですね。レンガーの基礎攻撃力が6下がりましたよと。まあ全パッチはね、うん、バイの AD が6下げられたんですけど、あら6上げたんですけど、まあそこまでめちゃくちゃバイの起用率が上がったかって言われると、正直、まあ、サモリフほどそのジャングルの周回速度っていうのがそこまで大事じゃないっていうのもあるんで、序盤のそう、あんま上がんなかったんですよね、正直。なんで、レンガの6っていうのも、まあ、痛いですけど、もちろん。まあまあまあ。まあまあまあなのかな、というふうに見えます。はい。はい。で、セラフィン出た、そのセラフィン。その後、セラフィンセットで、ナーフやつですね。まあ、これは、あれですよ、9といいですかね。9といいの、レシオがちょっと下げられましたよ、っていうところですね。まあこのその後セラフィン今回真下でも説明するんですけど、まあナーフされてるっていうのはなんか多分海外とかで結構そのセラフィンコンあのセットが結構流行ってて、でソナに関しては結構 S ティアになってる地域もあるらしくてですね、まあそこの2体のナーフになってます。なんかミッドに AD 系のチャンピオンゼロとかジェイス置いて、でボットであとキャリー系のジャングルですね、だからジャックスとか置いてソナセラフィンっていうのめっちゃ強かったらしいんで、それのナーフになります。はいはい。で、シェンドのですね、シェンドの。シェンドの。そう、シェンドの自分あんま使わないんで分かんなかったんですけど、結構この気がなくなるんですよね。うんうん。そう、だからレックス君知ってる？うんうん。なんか、オールインした後にもうスキル打てないみたいな。そうだね、ちょっとしばらくしないとね、うん、全然打てなかったから、まあその機能自動回復が上がってくれるのは結構嬉しいかな。使うトップレーナーとかサポートの人からしたら。そうですね。だから50、まあ 2倍になってるんでね、結構多いのかなと。まあ、あと、その代わり、うん、まあ、通常で殴った時ですかね、ダメージ与えた時の気回復が、まあ、少なくなってるんで、うん、どうなんだろう。割と、まあ、レーンとかで、まあ、やりやすくなったっていうの、プラス、あれですかね、レンジ系とか、ブリンクR系、うん、と戦う時にも戦いやすくなったのかな、というふうに思います。はい。はい。ソナでーす。で、ソナもだからあれですね、そのセットのやつなんで、
まあ防御力下げられましたよってのと回復も下げます。回復結構下がってんな。結構これは大きいね、30って。ああ、でもシールドが上がってんのか、その代わり。うんうん。うん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 。ああ、なるほど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 。だから、このシールドの時間中じゃな、回復しすぎだから、シールドで我慢しろってやつですね。セレリティ、いいスキルか、なんだろう、これ。これ、移動速度を上げるスキルだね。使った時に周りの味方のね。もう、ナーフか。なるほど。そうだね。まあでも、割とソナって、結構クールタイム、結構スキル閉鎖積むキャラなんで、まあクールタイムはそこまで痛くないかなって気はしてますけど、まあ回復量が落ちたのが痛そうっすね。そうだね、全体の集団戦の持続力がちょっと下がっちゃうよね、シールドになっちゃうからね。そう、せっかくこの WGAC でね、USG が使ってソナの評価上がってきたのに、日本でもここで直されるというソロ級ではちょっと見れなくなるかもしれないですね。はい、確かに柔らかすぎるしな、これ多分。うん、はい、で次ソラカちゃんです。おい、でソラカちゃんこれちょっとね起用率上がるんじゃないかなって俺思ってて。そうだね、上昇値がでかいね、結構ソラカはね、結構でかいんすよ、うん、とっていうのもまあこの足速くなるやつはあの味方の 35% 以下だっけな、 HP が時に移動速度上がるんで、うん、あの僕ちょっとレックス君とユーミソラカの動画撮りたいなと思ってます。ユーミ 35% 以下にして爆速で空がね、駆け回ろうかなと。いいね、やってみたいね。やりたいね、これ。で、俺が指でもいいしね。レックスが足早いの好きやろ。まあ、確かにね。でも俺、わけわかんないとこ行っちゃうからね。まあ、そこは俺も操縦しつつやりたいなと思ってます。っていうので、まあ、まあ、見ていきますと、移動速度アップと、あと、星のささやきですね。9ですかね。9の回復の、まあ、2.5 秒かけて回復するようになりましたよっていうのと、クールタイムが短くなりましたよ。で、あと、まあ、回復力も増えて、で、列車も上がってるんで、うん、結構回復するかなと、自分自身が。うんうんうん。で、まあ、ついでに、この、味方回復するやつの、何でしたっけ、自分が、この星のささやきで再生中は、味方にも付与できるってやつが、まあ、こう伸びたから伸びたってだけですね。うんうん。うん、まあ、ちょっとここ、空か面白そうなんでやってみようと思います。はい。で、ゲームプレイの変更ですね。はい、で、まあ、阻害ですね。阻害アイテム、とりあえず。エクスキューショナーコーリング。が、まあ、800になりましたよ、と。はい。まあ、なんであれですかね、剣から言ったら300円で詰めるのかな？そうだね、500円でロングソードだからね。うん。まあ、で、まあ、ただ、まあ、割と序盤、まあ、序盤から詰めるキャラクターとかで言うと、セナとか、カイサとかは結構、これ、主要で積んでたんですけど、うん、まあカイサはちょっとでも賞味積みにくくなった理由がありまして、ほうほう、20からこう15に下げられたことによってですね、剣プラスエクスキューショナーコーリングプラス、BF ソードでまあ急解放できないよと。そうだね。そうなんで、まあだからエクスキューショナーコーリング、ヴァンパイアセプター BF ソードなんで、まあ3200円必要になりましたっていう、うん、急解放するためにはっていうところですかね。まだ、まあただ結構まあ、ソラカバフだったりとか、まあ、ユーミも今結構強いんで、エクスキューショナーコーリング自体の、まあ、評価っていうのは上がってきてるかなと思うんで、まあ、積みやすくなったのはいいことかなと思います。はい。はい。で、まあ、ついでにあっちも見ましょうか。こっちちょっと飛ばさせていただいて、忘却ノーブですね。こちらも、800ゴールドになりまして、魔力が下がりましたよというところですね。まあ、だから回復阻害積みやすいよってところですね。モルガナがいい、結構積みやすくなったので嬉しいです。はい。で、次は、インフィニティオーブですね。で、ここ、まあ、書いてあるんですけど、メイジの2個目と3個目のアイテムとしては、ラバドンデスキャプト、モレノノミコンが人気になってますと。あと、少しのパワーがあれば、インフィニティオーブが入れるかもって、ちょっと少しすぎるやろうがい。まあ、そうだね。5しか上がってないからね。魔力5上げても少しすぎるて。積みません、こんなの。まだ。はい、積みません。はい。はい、で、イシュタルの種入れはもう、知りません。いやでもね、めちゃめちゃバフされてるね、イシュタルの種入れ。これバフされてないですよ。あれそうだっけ、防御力なくなって、体力増えただけなんで。あ、でもスキルエースとか。まあ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 。いやでもこれなくなったら積みにくくない？だってまあ、いやでもどうなんだろう。まあ、物理防御力とか魔法防御力上げるのって結局体力上げてないと意味ないっていう部分があるんで、まあ初手に積むのが、まあイシュタルの種入れきつかったのが、初手に詰めますよってことかもしらんけど、
まあ確かにね。積むのかな、 HP 上げて。これも実際まあ使ってみないと分かんないね。ちょっと、まあ、まあ確かに。しばらく。まあ、はい。あとあれですかね。移動速度上がりますよと。じゃああれで、うん、あれしましょうか。ソラカで初手石太郎の種入れに入れて、2手目ワーモグ積むために初手種入れでしょ。で、移動速度を爆上げしましょう。うんそれただ足が速いだけなんよ。弱いなぁ。まあ誰か積んできてください。ティップスあったら教えてください。はいはい。でラストウィスパーもこれもまあ積みやすくなったよってところでですね、うんうん、あでもこれに関してはあれか、 H あと攻撃力の方の変更が入ってないんで割と本当積みやすくなりましたね。うんうんうん、いいっすね。はい。で、まあ、まあ、なんすかね、あと、いろいろ、後で、まあ、説明にもあると思うんすけど、まあ、ちょっとルーの方、ちょっと先に、ちょっと軽くだけ触れると、ジャイアントスレイヤーってのが出て、結構、この HP、こう最大 10% 追加ダメージとか、割と相手のタンクに対してのダメージを出すのが、今回、パッチとして増えてきてるんですよね、この、これもですけど。うん。まあ、なんで、割といいかなと思います。あ、ここか。はい。で、まあ、忘却ノブ先ほど触れたので割愛します。で、リーダークリスタルセプターがバフですと。いやー、これやだなー。いや、めっちゃやだっていうのも、やだって何想像してるか分かると思うんですけど、誰を想像してるか。はい、誰を想像してますか、新次郎。はい、正解。新次郎が起用されそうですねっていうのと、まあ、あと自分からしますとですね、モルガナの方で、リーダーセプター積んでたんで、まあ、これは結構嬉しい。うん、嬉しいです。で、あと、まあ、ほんと、だから、忘却ノーブも安くなってるんで、まあ、モルガナのパワースパイクが結構強く迎えれるかなというふうに思ってます。はい。はい。で、チャージブレードが5上がりましたよ。了解。まあ、積むやつは積むし、積まんやつは積まん。アイトルプスは、まあ、アイトルプスは、うん、アイトルけど、閉まっとるプスは閉まっとる。って感じです。なるほど。まあ、変わらんすね、これは。まあ、変わんないね、あんまり。はい。でまあ、ボイドスタップも、まあ、100ゴールドで、まあ、5%、はい。はいって感じですね。まあ、でもこれも結局だからモルガナに積むんで、割と。まあ、いいかなって思います。まあ、結構目玉はこっからじゃないですか、新ルーン。いや、新ルーン。そうだね、一番変わるところだね、今回。そう、自分の過去の動画でですね、このルーンに関して説明してる部分があったんですけれども、まぁ、あ、ちょっと多少違った部分がありましたので、そこをメインでちょっと触れて、一緒のものはちょっとさっくり説明していこうかなと思います。で、波動のジャイアントスレイヤーからまず見ていきたいと思います。はい、で、こう、ジャイアントスレイヤーなんですけれども、自分が説明した際にはですね、の敵チャンピオンとの HP の差で、ダメージ、追加ダメージだったんですけれども、そうではなくてですね、敵チャンピオンの増加体力に応じて、10% の追加ダメージということになりました。なので、まあ、追加ダメージが、増加体力が1000の時に最大になるっていうところでですね、今って結構ブラックリーディバインサンダラって積むキャラクターが増えてきてると思うんですけれども、その時点でもうすでに800ですね。なんで 8% の追加ダメージっていうところで、結構相性はいいかなって思うんですけれども、これに関してはですね、このジャイアントスレイヤー、波動で積むルーンなんですけれども、まあ、結構重要なルーンってことですね、つまり。なんですけれども、序盤全く意味がないっていう、のが確かにそう出ますイコールですね。なんで割とレイト志向のキャラクターで積むのがなんかベインとかは結局いいのかなっていう風に思います。溶かしていく速度をどんどん増やしていこうっていうのがありなのかなと思います。はいはい。まあだからここはちょっとまだちょっと評価がちょっとしにくいところになります。はいはい。で次波動の追尾ですね。でここ僕もちょっと勘違いしてたんですけれども、クールダウンが結構これ多分1体ずつとじゃなくて、こう多分1回に多分電撃と同じような感じなのかなと思ってて、自分ここコメント欄違ってたらすみません、訂正よろしくお願いいたしますってところなんですけど、このクールタイムが10秒って普通にあるので、多分1回につき、まあ、ちょっと積みにくさもあるかなっていうのがありますけれども、まあただ一応イグナイトの3分の1ぐらいかな序盤はあるんで、割と波とかは相性いいかなって。まあ波とかは結構、まあその結果、まあエンチャンターサポートと仲いい、仲いいじゃないわ。エンチャンターサポート相性がいいっていうのは変わらないかなっていうふうに思います。あと一応僕考えたのはスレドレとか、でレーン絶対有利取りたい系で、これを積んで、まあボコボコ。多分ウィークネスよりはダメージ出ると思うんで、最初の方。確かに。そう。何回か仕掛けてあげて、うん、で、
でヘルス交換してもう一気にキロ取りに行くみたいなね。はい、まあ、ありなんで多分結構だから連勝ちに行く系の構成ではありかなというふうに思ってます。はいはい。で典型の打ち交わしに関してはまあ一緒だったのでほぼほぼ変わらなかったので、うんうん、まあ結局、まあ、サポート、まあ、自分だともう連れ取れの時にレックス君に打ち壊し持ってもらおうかなってワンチャン思ってます、うんうんうん、だったりもあとあれですね、ハルブレイカー持ったトップ系が強いかなというふうに思います。はい、ね、リンバースクロークに関しても変わらないですね。説明とは変わらなかったんですけれども、まあちょっと、まあ、後々説明しますけれども、この下の方かな、ジャングラーの、ジャングルじゃない、ドラゴン湧く時間が1分遅くなったんですね。でドラゴンとヘラルドが1分遅くなったっていうことでですね、まあ、自分アマトを典型で選択することが多かったんですけれども、まあ、そのアマトの選択理由としてですね、その、まあそのファーストドラゴンまでに、コアを間に合わせるっていうのが結構自分の中で大きなその採用理由だったので、まあ、それをしなくても良い、まあ、5分で、まあ、確定で1コア入るんで、まあ、自分 ADC とか基本的にニンバスクロークにしようかなというふうに考えてます。はい、はい、でレックスコンとかもめっちゃ使うと思うんで、はい、そうだね、うん、まあ結構だからスペル、そのサムナースペルを結構サポートは使ってイニシエートすることが多いので、はい、重要なものかなと思います。はい、はい、でリーサルテンポ、はい、キーストーンですね、リーサルテンポ、こちらもちょっと説明とはちょっと違いましたっていう部分がですね、うん、まずこの攻撃速度の部分っていうのと最大スタック時の射程の増加がないです。はい、なんですけれども、うん、一応あとここには記載されてない部分でですね、攻撃速度の上限 250% っていうのはこう上限解放されるらしいです。はい、なんでめちゃめちゃエイスは速くなります。でこうチャンピオンに応じてっていうのがこう結構まあちょっと序盤はやっぱちょっとまあ抑えめだなというふうに思いました。最大スタックでまあ言うてでも 30% っていうのが絶対にもらえるので、最大スタック時に、うん、まあ結構もらえるっていうのと、ただこれ後半の近接ですね、これ 12% なんですけど、16号レベルの時に12、5だから 72% プラス 30%、 102% もらえるんですよ。結構やばい。であと ADC の方も 9% なんで、本家とは 6% だったのが9なんで、もうめっちゃ強いと思います。9、6、54、84% 増加するんで、15レベルの時にやっぱトリス、ジンクスだったりケイトリンとか継続的に殴るキャラクターは割とスキルではなくてですね、は相性いいですね。だからザヤとかはちょっと割となんか一発芸するキャラクターなんで、あいつら一発芸のキャラクターはあんまり相性良くないかなって ADC とかでは。まあただ自分が前の方の動画です、前の方の動画で説明したキャラクターの採用はされるんじゃないかなというふうに考えてます。まあこちら動画とか後々出していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、で、はい、クラーケンスレイヤーですね。こちらはですね、はい、まあ説明通りですね、これは自分の過去の動画説明通りです、うんうん、3回行うたびに通過攻撃力で魔力ももらえるというところで、まあただですね、結構ベインと相性いいって考えてたんですけれども、自分もまあこの増加攻撃力っていう部分の 30% って書いてあってですね、うん、これベインって積まないんですよ、増加攻撃力。基本エース上げてくもんね、そうアタックスピードを。そうだって積む、自分が積んでたところで言うと基本的にこう増加攻撃力って多くて50なんですよ、ベインって僕の中で50とか60ぐらい、うん、低いね。そうなんで結構そこがちょっと渋いかなっていうところで、まあただでもまあチャンピオンとしての相性はめちゃくちゃいいんで、まあ積まれる可能性もありますし、ただベインってリーサルテンポも相性いいんで、これまあベイン、うん、これ積むぐらいだったらリーサルテンポになりそうっていうのと、まあただまあっていうところでですね、自分の中でクラケンスレイヤーと相性いいのはルシアンかなと。増加攻撃力を積みやすい、まあ多分僕だとストームレーザーアイと知見は積むので、まあそれだけで結構相性いいっていうのと、まああとエースをそこまで必要としないキャラクターなので、スキルでダメージを出すの、スキルからの通常攻撃を出すので、まあルシアンは相性いいかなというふうに思ってます。はい、はい、アルティメットシールド、思ったより、アルティメットシールド思ったよりシールド、思ったより思ったよりシールドはあったけど、うん、積むかな。どうなんだろうね、メッツはね、もう優秀なルールがあるからな、うん、他に。でこのまあじゃあ200ぐらいだとしましょうか、途中の集団戦で200のシールドを獲得した時に、まあクールダウンが同じところで、あ同じじゃないか、あのところで、まあちょっとあっちの方が短いけど、ボンアーマーの方が
そのアルティメット使用後硬くなる必要があるチャンピオンは、このバリアっていうか耐久値が上がるんじゃないかなっていうふうに自分は思ってます。まあ、しかもボンアーマー35秒なんで、まあ、ボンアーマーの方が強いかなっていうふうに考えてます、自分は。はい、じゃあ次、コメント魔除けのオーブですね。ここも自分ちょっと前の動画の説明とは違うんです、違う部分がありまして、マジックダメージシールドって言ってたんですけれども、普通にシールドになりました。ほほほ。なんですけどちょっと渋いっすね。クールダウンが長いね。長いし少ね。ん、そうっすね、多分これも待って、結構ここちょっと想定してみたんですよ。一番僕の中でこれを効果的に使えるのなんかなって考えたときに、まあ、モルガナが多分増加魔力を一番僕の中で獲得できるなと思ってた、僕がやるキャラクターだと、うんうんうん、でルーンで僕モルガナ、強まる嵐選択してるんでっていうところでフルビルドで約600ぐらいなんですよね魔力、うんうん、で180の260、うーんなんともなんともだね、なんともっすね、まあ、つまないかなと思います自分は。はーい、で、ではルーンのバランス調整見ていきます。はい、はい、で悪劇が調整されましたよと、まあなんか正しい値になりました、うん、で悪劇が強くなったのかな、だからこれディレイ時間の表記が、あ、でも表記か、表記が間違ってただけじゃない、変わりません。はい、はい、であー、これですね、黒幕がゴールドがタワーからはもらえなくなりましたよ、その代わりエピックモンスターが100もらえますよっていうところなんですけど、まあただリフんヘラルド、ヘラルドとかドラゴンかな、そうだけなんで、ヘラルドからタワーにつなげてっていう、まあジャングルの黄金ルートもまああんまり微妙かなと、これ積むの、これ積むぐらいだったら他のニンバスクロークとか狙撃手積んだ方がいいかなって自分は思います。はいはい、フリートウッドワーク、おい、ウルドウッドワークなんですけれども、ナフですかね、そうだね、うん、回復量がね減ったね、ミニオンからの回復量だけか、まあでもうん、まあ一応あとマナが回復するようになったんで、まあ自分としてはジンで積んでたんで、フリートウッドワーク、まあマナきついキャラクターの一人だったんで、ジンって割とまあ嬉しいくらいっすからね、嬉しいくらいっすね多分、まあそんな、うん、まあ割とナフだと思います。なんで明かりとかは、まあ、たまにやってる人ダリウスとかもやったけど、まあ、渋いのかなって、まあただ自分もちょっとあんまやらないキャラクターなんで、ちょっとはい皆さん教えてくださいはい、で、はい、大事なポイントきました、はい、ジャングルです。結構多いんすよね、これちょっと自分分かんなくて、劣化の赤紋章、これチャンピオン以外のエッティね 50% 以上の、まあ赤バフ、そう、赤バフってチャンピオンだ、あれミニオンについてなかったのか、ちょっと自分分かんなかった、まあでもタレットとかにもいけるってことなのかな、うん、いやユニットだからタワーは入んないんじゃない、あ、そうか、タワー入んないわ、そうか、うん、あれ赤バフってユニットへのダメージなかったのかな、あれ分かんないや、でもミニオンとかにも入ってたよね赤バフって、あれがスマイトの効果なのか赤バフの効果なのか分からず、あー確かに、まあただまあだから今回でジャングル周回結構これ遅くなるんですよ。っていうのも基本体力が増えてるんで赤バフの。なんですけど、まあ、だから赤バフ持ってるアイドルは、ファームしやすいってことですかね。で、これは、はい。まあ、魔法防御がなくなりまして、体力が増加したんで、序盤の基本的に、赤系のチャンピオン、AD 系のチャンピオンは、ファームが遅くなりました。3キャンプですね、1分25秒間に合いません。まあね、割と2キャンプとかが主流になるかもしれないですね。まあもともと早い J4 とかバイは3キャンプできると思うんですけど。まあワンチャンって感じです。まあジャングラーの人は結構辛いかなと、これは思います。そうだね。で、まあ基本的にこの辺は変わらず、ああ、で、ここか、ニューの、そう、青バフかな？進化したやつは変わらなくて、青バフのスキルヘイソがつきました。ただ、減少体力の 5% 回復がなくなったんで。うん、これでかいね、うん。これでかいっすね。結構 AP 系のチャンピオン欲しいっていうな、まあマナプラス HP の補填で欲しかったんですけど。
なかなかどうしてっていうのと、あとですね、これによってですね、青バフを借りたいチャンピオンはリーシュをしてください、皆さん。リーシュがないと借れません。そう、ジグスとかモルガナって狩るのに、青バフ狩るのに 30% ぐらい HP 使うんですけど、これ火薬なくなっちゃったんで、ジャングラーの方にリーシュしてもらわないと、一回帰らないといけなくなります。みんな青バフはリーシュしてね。はい。で、まあ、スキルエイトついたんで、結構、本当にミッドレーナーとかに渡すのが大事かなと、AP 系のチャンピオンに。うんうん。はい。大事かなと思います。で、はい。リフトヘラルドとドラゴン。これも一番大きな変更だと思います。そうだね。はい。ジャングルと、ドラゴンとヘラルドが1分遅くなりました。うん。なんで、ファーストコア絶対間に合うんで、そこの、まあ、あと、アルティメット覚えるタイミングが大体3分だと思うんですけど、まあ、3分から、3分のその5レベルのタイミングでアルティメット使っても、間に合うので、オブジェクトに対して。そこの方の、だからバトル、5レベルのバトルっていうのが大きくなったっていうのと、まあ、あとファーストコアは絶対入ってると思うので、そこでのバチバチの戦闘が行われるかなと思います。はい。はい。で、あと、リフトヘラルドが安くなったので、これもジャングラーの方は辛いかなと。確かにそうだね。はい、収入が減るね。はい、思います。まあね、一応ジャングラー、まあ、だいぶ辛くなったんで、スマイトだけはちょっと上げときましょうみたいなみたいな感じだと思います。はい。で、あ、ここはコントロールワードってこれ変更、レックスクの説明、あ、一応あれか、75円で買えるんじゃなくて、トリンケットの3つ目のトリンケットの選択肢になったってぐらいですかね。そうだね。まあそこは解説とは変わらなくて、ただちょっと解説を上げたときに、本家の PC 版のロールで説明したんで、体力ゲージが4つあったのが、今回、ワイルドリフトの方では体力バーが3つなんで、まあ、基本の、そうですね、AA キャンセルできるキャラだと、もう置いた瞬間、まあ、すぐ壊せるっていうのと、まあ、ステルス状態にはならないんで、普通にすぐ壊せるんですけど、まあ、特に変わったところはそのくらいですかね。そうですね。はい、なので、まあ、レックス君の動画をチェック。はい。ぜひ見てください。まあ、そう、どこに置けばいいかとか、大事になってくるんで、はい、その辺も見てやってくださいっていうのと、あと、まあ、割とですね、これ、これ、他のトリンケットに変えたときに消えないのであればですね、結構 ADC とかもですね、まあ、ジジャンとかの、とか、相手の本当に破壊されにくいところとかにちょこっと置いたりして、すぐに黄色トリンケットに変えたりするのも全然ありだと思うので、そこら辺の使い方また次回の動画でお会いしましょうって感じです。はいはい。あ、でここが、これも行動阻害系の、これいいっすね。これだからテナシティブーツ履いて、青靴ですね、青靴履いて、あのハンター巨人とか積んだ時の耐性が増えるよって感じですかね。うん感じです。うい。はい。はーい。じゃあこんぐらいですかね。結構長かったんで、ちょっとバーっていって、このコントロールワードとかも場所とかも本当は出したかったんですけど、ここはもう、レックス君の動画チェックって感じで、お願いします。はい、ぜひ見てください。で、いろいろ、まあまだ変わったばっかりで自分たちもわからない部分があるので、ちょっとここからいろいろ動画、本当に最近動画活動頑張ってますので、他の動画とかもいろいろ出していきたいと思ってます。はい。応援よろしくお願いします。なんで概要欄にですね、僕とレックス君のチャンネルの方を載せておりますので、ぜひチェックをよろしくお願い。そしてチャンネル登録、高評価して、次回の動画とか楽しみに待っててください。はい。お願いします。はい。よろしくお願いします。それではですね、今日はだいぶ真面目に解説動画の方を撮りましたけれども、終了させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。バイバーイ。バイバーイ。